この世界を救いたい。このままになんてしておけない。タクマ、それじゃあ僕たちと一緒に主と戦うんだね。ああ、もちろんだよ。あっちの世界に戻ってみんなと一緒に戦おう。仲間と一緒なら怖くたって平気だ。だから僕はみゆきを手伝うよ。よかった、ありがとう。たくまさん、私たちの手で必ず二つの世界を守ろうね。それで、まずはどうすればいいんだ？簡単だよ。白い光に飛び込んで、あっちの世界に帰る。そうでしょ、みゆき。うん、はぐれないように、手をつないで。だよ、こんな時に電話って。って母さんから。まだ鳴ってる。ごめん、ちょっと待ってて。そんなに慌てなくても大丈夫だよ、たくまさん。もしもし、母さん。あ、たくま、お母さん。タクマが帰ってくるのってさ、明日だっけ？明後日だっけ？預かってたプリントどっかやっちゃって、お母さんもタクマのこと言えないわね。あ、明日だよ。明日には必ず帰るから。それくらいで電話してくるなよ。あっと、本当に母さんは。どうしたの？泣いてるの？そんな、泣いてなんか。バカね、泣くほど寂しいんなら素直にそう言えばいいのに。やっぱりいつまでたっても子供なんだから。
よし、わかった。明日のお夕飯、たくまの大好きなカレーにしてあげる。カレー？そうよ。だから、元気出して、もう一頑張りしてきなさい。わかった。そうするよ。必ず明日帰るから。約束する。ごめん、みゆき。一つ訂正させて。え？みゆきを手伝うって言ったけど、あれ、間違ってた。手伝うんじゃない。僕たちが、僕たちの手で、一緒に、救おう。僕も一緒に救うぞ。タクマさん、アドモン、ありがとう。それじゃ今度こそ戻ろう。みんなが待つあの世界へ。ところに住まなきゃならないなんて。都会は騒々しかっただろう。むしろミユにとってここの方がいいはずだ。ここならもう変な奴は現れない。安心だろ。ならまだいるよ。どういうことだ。まさか別のやつがミユを。そう、
お兄ちゃんがね。は？冗談がきついぜ、ミュウ。安心しろよ。また何か起こっても必ず俺が守ってやるからな。ねえ、タクマ、起きてってば。アグモン、ここは。僕たちの世界みたい。ねえ、ちゃんと戻れたんだよ。そうか、戻ってこられたのか。それでみゆきは？みゆき？ううん、見てないよ。だってほら、周りを見て。霧が濃いと何もわからないな。なんだか前よりも霧が濃い気がする。タクマ、早くここから離れよう。さっきから霧がどんどん濃くなってる。ああ。戻ってきて早々進まないが、アグモン。もちろん、何が出てきても戦うぞ。来るぞ。いるのか？ねえ、タクマ、この声って。気のせいか、誰かいる気がしたんだけどな。み
祈れ。だ、タクマ？お前、生きていたのかよ！もう二度と会えないと思ってたぜ！抱きつくと苦しい。ちょっとぐらい我慢しろよ。感動の再会なんだぜ。どうしたミノル、今タクマと言ったか？あ、ファルコモンだ。ハグモン、それにタクマも本当に生きていたのか。よかった、本当によかった。俺はてっきり、大げさだな。ところで他のみんなは？ああ、無事だ。安心してくれ。葵さんやカイト、ミュウとサキ、教授。もちろん、ラブラモンやドラクモンたちも無事だ。ミユキは？ああ、その、ミユキは、もしかして会ってないのか？おう、ミユキの姿は見てないけど。その話は後でってことで、ともかく一度みんなと合流しようぜ。タクマが生きていたって知ったらみんなすっげえ喜ぶからさ。わかった、行こう。帰ってきたか。タクマくん、本当にタクマくんなの？おお、無事だったのか。心配かけたみたいだね。みたいだね、じゃねえよ。一体今までどこをほっつき歩いてたんだ。まったくだぜ、俺らがどんな気持ちでいたか。まあまあいいじゃん、無事だったんだから。そういうわけにはいかないわね、タクマくん。あなた、廃工場で私たちと別れてから一体どこで何をしていたの？この10日もの間、
どうかした？答えて、できるだけ詳しく。葵さん、厳しすぎるよ。でも、私たちが生き延びるためには必要なことでしょ。惑うのも無理はないよ、タクマ君。君が不在の間、いろいろあったからね。彼女は常にリーダー足らんと頑張っていた。リーダーっていうより、お母さんって感じだけどな。静かにして、二人とも。今は真面目な話をしているの。答えてくれるわね、タクマ君。わかった。話すよ。実は。世界に戻っていたってわけ？ああ、でも僕が向こうにいたのはほんの数時間だけだったんだ。だから驚いたんだよ。こちらでは10日も経過してただなんて。常世と写潮では時の流れが違うか。まるで浦島太郎だな。へえ、そんなことってあるんだ。時間の流れが違うって、私にはどういうことかよくわからないわね。こっちで10日過ごしていてもあっちじゃ数時間しか経ってないから。ここは私たちの世界よりゆっくり時間が過ぎるってことかな。へえ、なるほど。だったらこのままここにいれば、私も。さっき？平気だよ、フローラも。私は平気。ええ、そうよね。みんなが無事なうちに戻ってこられてよかったよ。違いない。もっとも無事とは言い難いのだがね。状況はそんなに悪いんですか？霧がどんどん濃くなってきているのよ。まるで私たちが欲しくて欲しくてたまらないように。いずれこの校舎も飲み込まれちゃう。それだけは間違いない。ねえねえ、一
つ気になるんだけどさ、元の世界に戻れたならどうしてもう一度この世界に帰ってこようと思ったの？元の世界でピエモンが暴れていたのを僕たちは見たんだ。たちの世界でまで悪さしてたってのか？もうこの世界だけの話じゃなくなっているってことね。ああ、このままじゃ元の世界も危ない。霧に包まれたこっちの世界が元の世界に悪影響を及ぼしてしまう。だから僕は戻ってきたんだ。みんなを助けるために世界を救うなんてできるかわからないけど。それでも知ってしまった以上、見て見ぬふりはやっぱり僕にはできない。タクマ、お前ってやつは。タクマくん、さすがタクマ、かっこいいね。で、勢いだけで戻ってきたってわけか。違う、三段はあった。あったんだけど。でも、重要な鍵を握っているミユキとはぐれてしまって。ミユキだと？ミユキさんが鍵を握っている。雪はもうダメだろう。期待しない方がいい。そんな簡単に言わないで。仲間じゃん。もっと詳しい話を聞かないと。ニューは黙ってろ。俺はお前のためを思って。たくまくん、なぜみゆきちゃんが重要な鍵になるのか教えてちょうだい。どう説明すればいいか。世界に戻るにはみゆきが知っている歌が必要なんだ。仕組みはわからないけど、彼女の歌が2つの世界をつなげるらしい。世界と僕らの世界は影響し合ってるみたいなんだ。僕らの世界ではあの神社で崖崩れが起きてたし、ロープウェイでも事故が起きてたらしい。
みゆきは2つの世界は隣り合ってるって言ってた。だからゲートを開けるんだって。なるほど。じゃあやっぱりユキさんを取り戻さなきゃダメじゃん。できると思ってるのか。必要ならやらないといけないでしょ。なんでわからねえんだ。俺はお前を危険な目に遭わせたくねえから。お兄ちゃんは元の世界に帰りたくないの？うちは帰りたい。お兄ちゃんとみんなと一緒に。それはそうだけどよ。だからと言ってだな。苦しいところを見せてしまってごめんなさい。みんな余裕がないのよ。でも戻ってきてくれて本当に嬉しい。だってすごく心細かったから。こんなに時間が流れているって知らなかったとはいえ、待たせてごめん。謝らないで。みゆきちゃんのことは少し休んでから話すことにしましょう。どうしてわからないんだみゆ。お兄ちゃんの方でしょ。おいカイト、冷静になれって。ミウもちょっと落ち着いて。はいはい、そこまで。みんなちょっと休憩にしない？たくまくんも戻ってきたし、お昼ご飯はちょっと豪華にするからね。おう、うん、じゃあ私手伝う。私も手伝うわ。しょうがないわね。サキが手伝うなら私もやるわ。ありがとう、お願いね。それじゃあ準備ができるまでおとなしく待っててね。どうしよう。葵のご飯ができるまで待つんじゃないのか。うん、でもその前に話を聞かないとさ。話って教授？よくわかったね。葵たちと話してるとき、教授がタクマのことじっと見てたり、そわそわしてたりだったからな。まあ、
アグモンも気づいてたんだ。葵が忙しそうだけど構ってほしい時のラブラモンみたいだったぞ。いや、そういうのとは違うんじゃないか。まあでも僕だって教授に聞きたいことはいろいろあるんだ。どこかで話さないとな。
れだな。